ハンス・アルビン・ラウターは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。第二次世界大戦中に、ドイツ軍に占領されていた、オランダの親衛隊及び、警察高級指導者を務めた。最終階級は、親衛隊大将、武装親衛隊大将及び、警察大将。1895年、オーストリア・ハンガリー帝国のクラーゲンフルトに生まれた。1914年に、 オーストリア陸軍に入隊。第一次世界大戦では、山岳部隊の中隊長の副官を務めた。1915年に負傷をして戦線から離脱。負傷が激しかったため、結局大戦の終結まで戦場に復帰はできなかった。1918年7月に予備役注意に昇進している。 戦後の1919 19年から1921年にかけて、ズデーテンラントで義勇軍の活動に参加した。その後、オーストリア語国団参加のシュタヤマルク防衛本部の活動に参加し、その主要なリーダーの一人になっていった。1927年に、ラウターはアドルフ・ヒトラーと初めて会談し、防衛本部の活動への支援を取り付けた。 1933年国家社会主義ドイツ、労働者党がドイツで政権を掌握するとオーストリアを出国、ナチ党へ入党するとともに突撃隊に在籍し、大佐まで昇進した。1935年2月20日にラウターは親英隊へ移籍し、親英隊上級大佐の階級が与えられた。はじめ親衛隊全国指導者、ハインレヒヒムラーの側近くに、 特務将校として使えた。1936年4月初めに一時、新衛隊本部で勤務したが、間もなくヒムラーの副官に戻された。1938年11月までヒムラーの側に使えた。その後、地方の勤務となり、新衛隊地区南東に配属された。第二次大戦中。 ドイツ軍がオランダを占領した後の1940年6月26日、新衛隊少将の時に、北西新衛隊及び警察高級指導者、及び新衛隊上級地区、北西指導者に任じられた。これはオランダに進駐する、新衛隊と警察を指揮する役職であった。以降ドイツの敗戦までこの地位を維持し、オランダの占領政策を遂行した。 国家弁務官として、オランダの統治に当たったアルトゥル、在水イイコールインクバルトと共に、オランダで行われた激しいユダヤ人狩りに責任を負う。ラウターは、オランダのユダヤ人を、死の収容所へ移送させるまでの中継収容所として、オランダ北東に、ベステルボルク通過収容所、オランダ南部に、ヘルツオゲン物資通過収容所を設置させた。 移送列車の確保にも尽力し、オランダ在住ユダヤ人の移送を強力に推し進めた。アンネの日記の著者アンネ・フランクもその犠牲者の一人となった。ラウターは1942年9月24日にハインリヒ・ヒムラーに対して次のような報告書を書いている。これまで我々は刑事上の理由でマウトハウゼンへ送られたユダヤ人と合わせて2万人以上をアウシュビッツへ 移送しました。オランダ全土には12万人の追放すべきユダヤ人がいます。もっともこの中にはユダヤ人根血者が含まれており、これらのものは結局しばらくはオランダに留め置くことになるでしょう。これらのものの数はおよそ2万人。しかし私は国家弁務官の同意も得て、子供がいない限り、今後今ユダヤ人も全員移送するつもりです。 該当するのはおよそ6000人です。したがって、今後、今ユダヤ人のうち14000人ほどが、当分オランダに泊まることになります。オランダには、いわゆる、雇用拡大があり、これは、ユダヤ人を労働させるべく、隔離された企業やキャンプに送る制度です。我々はこれに手をつけておりません。ここにいる、ユダヤ人は、現在7000人。 我々は10月までに8000人にしたいと考えています。これら8000人のユダヤ人には2万2000人の扶養家族がいます。10月1日に私は拡大雇用キャンプを教習し、同日のうちに外にいる家族も逮捕して、ベステルボルクとフィフトに建てられた巨大収容所へ入れるつもりであります。毎週に列車ではなく3列車を獲得できるよう努力したいと思います。 この3万人のユダヤ人はクリスマスまでに国外へ移送するつもりであります。これで合計で5万人のユダヤ人が追放されることとなり、オランダからユダヤ人が半数消えます。10月15日には、オランダの全ユダヤ人を法律保護外に置く布告を出します。すなわち大規模な警察活動を開始します。オランダ国内のユダヤ人は全てユダヤ人。 大収容所へ送られるでしょう。特に許されたユダヤ人以外はもはや誰一人としてユダヤ人はオランダに住むことはできません。ユダヤ人をかくまったり国外へ逃亡せしめたアーリア人は財産を没収の上強制収容所へ送ります。ユダヤ人の大量逃亡を防ぐためであります。1945年3月6日の夜 乗用車で移動中のラウターと司令部スタッフは、偶然、ドイツ軍制服を着て、パトロール隊に噴して、トラックをハイジャックしようとしたレジスタンスの検問を受けた。同乗者は全員射殺されたが、ラウター自身は死んだふりをして助かった。翌日、ドイツ軍パトロールにより救出され、病院にて、療養生活を送ることになった。 特別法廷でのラウターイギリス軍の捕虜となっていた。ラウターは戦後オランダ政府に引き渡され戦争犯罪人として特別法廷にて裁判にかけられた。1949年1月12日に死刑判決を受け3月25日にスヘフェ人間において銃殺刑に処された。ラウターには5人の遺事がいた。アンネの面影72ページ ヨーロッパユダヤ人の絶滅情感446ページ、ドイツ武装 SS 師団写真誌268ページ、ドイツ武装 SS 師団写真誌268ページ、アルゲマイネー SS446 ページ。ありがとうございます。